猫吉から始めるべきでしたが、レアチケは6枚持ってます。レアチケ11枚は欲しいところだな。いつもの10回引いて1枚分の青玉確保が最初の仕事。ただ今回伝説を狙うにあたり懸念材料があります。何かあったか。今回のガチャは確定なのです。せっかくの初なのに狙いにくいのですよ。そこはそのお、頑張ったぜ。撮影時期ずらしても変わらないのでこのまま引いていきます。レアチケは賞味17枚。必要な枚数は確保したな。ルガ族で持ってないのはレジェルガだけなので、シリーズ2種類目のコンプを目指して引いていきます。ちなみに達成してるのは戦国バサラーズだけだぜ。ルガ族は微妙にプラスを振ってもありがたみが薄いから、正直引くべきか悩んだんだけどな。でもシリーズコンプはメイン端末の命題とも言えるから、準備ができたら挑戦は避けられないよ。クロダルターニャよりも優先事項です。今年に入ってからなんとなーく引きが悪いんだよな。ここいらで解消したいところではあるんだが。ただいまガチャルとビックリマンチョコがもらえるので、キャラを公表する必要のないメイン端末は裏で引きます。まあそこまで揃ってたら後悔も何もないよな。今回チケットを全部消費する覚悟で引きますが、もうじきにゃんこ等が来ますのでまた貯められます。それにゴールデンウィークであと3枚チケットもらえるので、にゃんこ等を含めたら11枚ストックができます。それでサブでは集めるだけ集めてジャンヌを狙うんだな。サブ端末でコンプの候補はウルトラソウルズの地蔵、ギャラクシーアルズのジャンヌ、できれば一つの端末に集めておきたいですが、非常に危険なため回避します。サブは実用性の高いキャラ優先。メインは候補に上がっているキャラを引いていくわけだな。メインはダイナマイツ、ギャラクシーアルズ、アイアンウォーズ、ウルトラソウルズ、ドラゴンエンペラーズがリーチになってます。他のシリーズは超激レア1種類抜けてたりしてるからな。だが確定の時引くんだったら他のシリーズも挑戦していいんじゃないか。私どもはメイン端末はゴールド会員のみ課金することで慰めておりまして、これ以上の投資はできないのが現状です。ああ、景気が悪いんだな。バージョンアップの対策として新しい端末を購入するので節約もしないといけませんので、ゴールド会員の分の費用は捻出できるのか。インターネットの回線で毎年5月には iTunes コード3000円分もらえるので、なんとかなると思います。今回新しい端末でミラーリンクできたら、第3の端末の動画が上げられるわけだ。しかし当たらないものだなぁ。そりゃあ超激レアは 5% だから、20回引いてから初めて文句を言えるんだよ。でも欲しいのはレジェルガのみ、お願い当たって、ぐっふ。おい、この効果音長いんだから使うんじゃねえ。しかしシビアな世界なのは知ってはいたが、こりゃあ相当だな。今回の挑戦は無謀だったか。でってもやらないわけにもいかないんだよ。まだ手はあるので頑張りましょう。笑顔なのに震えてるな。チケットの残りは5枚。運が良ければ超激までなら有効範囲内。でも引ける回数から考えると猫缶使ってもかなーり低め。この端末において狙ってるのは伝説です。あとは持ってない超激レアくらい。まずはリーチのかかってる分でウルトラソウルズとギャラクシーアルズを除外して挑戦です。そっちはサブに任せるんだな。逆にサブ端末は最初にギャラクシーアルズを狙って、次に超猫祭で地蔵なり有効な超激レアを狙っていきます。よりにもよってサブは牛は勝てたから狙いを絞るのは放棄したんだよな。はっきり言いますと伝説って期待するほど強いとは、言える場面あるね。とんがってる割に武蔵は絶賛活躍中だしな。ジャンヌは汎用性が効きそうだから欲しいところ。逆にメインはセイバー持ってるから必要性はないけどな。次のコラボまでにジャンヌが当たればいいんだけど、納得いかない場合はセイバー取りに行きます。今となってはかなり厳しい倍率なんだけどな。まあランキング上位を狙うには欲しいところではあるな。さあチケットはなくなったわけだが。どうする？こうする以外の選択肢はないんだよー。さあ希望という名のお宝は絶望の中から救い出すもの。さあどうなるのでしょうか。霊夢はドキドキが止まりません。そうこれは。いや、そんな甘酸っぱいものじゃねえ。とにかく伝説を追うということは、決められた確率を超えないととんでもない回数引かなきゃいけないから、頑張って確率の壁を壊します。
現状伝説を取るにはそれしかないからな。しかし今のところ提供割合通り、これで確定外で超激レア出たら、やっちまったおい、確定だからこのまま行くと数字的には提供割合と同じくらいになるぜ。激レアの排出率は悪くないからバランスを崩してはいたんだけど、よりによってここできますかねー。いや、どうなのよお前、崩すのが難しくなってしまったぜ、レールに乗っちまった。ここに来てレアキャラのバランス取りが始まったから、簡単には抜け出せそうにないわ、今回こそはと思ってたんだけど、ってこれが最後なのかな？多分そうなんじゃないか。お願いしますお願いしますお願いします。かは。完全に確率はテンプレ通りだったな、余韻はここまで。ご、いただきありがとうございました。また見てくださいね。また集めて出直します。